あんたに美味しい話があるからさ。その。消えちまったし。おい、世話役、これどうなってんだよ。早くあれ出せ。バババババって文字だけで会話するやつ。なんだ、簡単じゃん。じゃあこっちのアイコンは。近づくんじゃねえよ。びっくりすんだ。あとこの地図、むずい文字ばっかで俺読めねえし。いいけど壊すな。文字書くのは自分でやる。じゃねえと覚えらんねえし。うん、ありがとう。俺が今まであんたたちに嘘ついたことはありました。今回はあなたたちに免じてライカ・コルト君の解放を認めましょう。理事長、そんな簡単に。ご理解いただけたようで何よりっす。ただし今後もし彼が一般寮生をはじめとした人間に危害を及ぼす予兆が見受けられた場合、特段厳しい処分が課せられることは肝に銘じておいてくださいね。もちろんよくわかってますよ。よし、スマ君に D チャットかけた。こっからはどうすんの。俺が昔ネロスと一緒に住んでた森に似てる気がする。こっちだな。おい、行くぞ。
った！急にくっついてくんなっつーの。ただのコウモリじゃねえか。ここ、いろんな獣の匂いすっから。この道になってるとこだけ、まっすぐ歩けよ。知らねえし。つうか、いつの間に夜になったんだ。なんか変な植物ばっか生えてんな。これとか、嗅いだことねえ匂いすんだけど。この声ってもしや？あ、やっぱ特待生ちゃんだった。俺ちゃんってばさすが。ルイさん。なになに激横？俺ちゃんなんかした？あ、違うんです。そこにある木が突然暴れ出して。ああ、やてべよね。その子。イカ爪だけど食虫植物だから怖くないよ。食虫植物なるほど。ライカ君、もう警戒しなくて大丈夫みたいです。本当か。てかてか、こんなとこに君みたいな可愛い女の子が来てくれるなんてレアすぎなんですけど。もしかして俺ちゃんに会いに来てくれちゃったけ？庭っていうか植物園的な。一応ここ怪異植物の研究施設なんよね。うちの寮で管理任されちゃってるからオブスキュアリの敷地ってのは正解。うちの寮、つうことはお前ここの寮のやつ？やば、この格好見られたくなかった。泥だらけでごめんね。暇な時ここで植物の世話してんの。ほらこのツルとか永遠に伸びるからさ、ちょいちょい切らないと両者の中まで入ってくんだよね。おい、お前さっきから俺のこと無視すんじゃねえよ。あ、そうだ特待生ちゃん、せっかくだから俺ちゃんの部屋寄って。ああ、この子が噂の新入りワンコくん。ワンコくん、へえ、人狼って聞いてたからもっと毛だらけでむさい感じかと思ってた。ぱっと見結構普通の人間なんだね。なんかお前の匂い嫌い。俺ちゃんも男には興味ないから嫌いなままで全然オッケー。